はい、こんにちは、みつくんです。なんか髪の毛が立ってるなはい、ということでね、またね、伊勢中川の駅いるんですけど、今日もね、近鉄乗ってどこかしら行きたいと思うんですけど、ネタがね、なかなかね、見つかんないんですけどね。まあ、大和西大寺行きましょうか。はい、大和西大寺のね、バカでかい車庫ちょっとね、練り歩いてみたいと思います。ということでね、まあ、大和西大寺の駅の紹介もできたらいいんですけど、大和西大寺の、まあ、思わ車庫周りをちょっとね、歩いてみたいと思います。ということで早速行ってみましょう。それではよろしくお願いします。レッツゴー。いやー、まだまだ9月入ったけど暑そうだね。もう汗結構かいてますからねうわ、これ練り歩くの大変だな西大寺まで行くって言ったけど、車庫は練り歩くって言ったけどまたお下列のように汗かきそうだ。4番乗り場の名古屋行き急行、名古屋行きの急行が6両編成で参ります。まもなく5番乗り場に8時34分発京都行き特急、京都行きの特急が参ります。危険ですから黄色の展示ブロックまでお下がりください。停車駅は榊原温泉口、名張、大和八木、大和西大寺、鷹の原、丹波橋です。さあ乗っていきます。行きます。レッツゴー。特急には乗車券の他に特急券が。ということで西大寺に到着しました。ということでね、はい、まあ西大寺から見ていきましょう。西大寺といえばね、もうこのカオスな、日本屈指のカオスな、この複雑なね、線路なんですけど、まあ凄まじいですよね。なんじゃこりゃみたいなね、ところがあるんですけど、
しいな本当に。もう乗り換えください。ということで西大寺の外に出てまいりましたということで、汗かきますか。とりあえずね、車庫まで行きたいと思います。大寺の車庫はね、結構ね、みんなまあ中間で見ると思うんだけど、末端を見たことないんじゃないかな。なかなかね、末端まで行くと遠いんでね、あれなんですけど、まあ末端まで行くつもりで行きます。ということで車庫の方までやってまいりました。いや、いいっすね。ちょっとやっぱりね、車庫は見られないようにね、こういう風に柵されてるんでね、ちょっとそれ残念なんですけど、なんか2両編成のシリーズ21が2両編成のシリーズ21が、まあ言うね、なんかねレアみたいなのが見れるのが車庫なんでいいっすよね。2両編成のシリーズ21なかなか見ないっすけどねああいうねレアな車両とかね、編成を見れるのがやっぱり車庫だと思いますので。さあ、とりあえずね、橿原線沿いに沿って歩いております。どっちでも良かったんですけどね、まあ、このぐーっと回ってきてもいいんやけどしんどいかな。あ、ここまで来ましたね。ここね、以前そこでね、脱線事故があったところですね。今年の4月やったかな、はいね、あ、シリーズ21が入ってきてます。
結局あの脱線事故もね、原因が何だったのかよく分かんないんですけどね。シリーズ21、全面展望を取るのはやっぱりシリーズ21ですね。そうそう、ここちょうどいいところでね、ここから丸見えだったんですよね。あそこかな、あの新しくなんかピカピカにされてる金具があると思うんですよ。ここかな。ここの金具ですね、多分。え、違う？この奥か、これか。多分ここで脱線があったと思うんですけど、そうですね、シリーズ21の手前、これか。綺麗にされてますね。はい、という感じです。さあ次に行きましょう。そろそろ暑くなってきたんで。ということでね、まあ、脱線事故のレール、まあ、あそこを新品に変えてるってことは、まあ、何かしらレールに問題があったのかなという感じはするんですけどね。まあ、公式な発表が近鉄からないんで何とも言いようがないんですけど、まあ、あくまで予測なんですけどね。はい、まあ、そんな感じで、やっぱりね、鉄なんでね、経年劣化っていうのをするんでね、はい、まあ、気をつけてね、メンテナンス、点検ね、等をしていただけたいんですけどね。はい、ということで、草ぼうぼうで何も見えんわ、何も見えん何も見えん。お、ここは丸見えですね。さすがにね、下が川なんでね、ここに草木は生えさせれないということでね、はい、シリーズ21と8106-1124ということでね、丸みを帯びた丸屋根と角屋根と21世紀バージョンと奈良バージョンみたいなね、なんか清掃されてますね、清掃されてますね。いいっすよね、窓清掃してくれるのね。で、手前にはこれなんかありますね、これ。はい、いいっすね、窓清掃員とかね、いいですね。はい、こんな感じになってます。隙間から見えますね。鳴らし鹿を吹いてんのか、ね、やっぱりラッピング列車大切にしないとね。さっき電車で通った時はね、 8A が止まってたんですが、今はどうなんでしょうか。これでも橿原線の向こう行けるのかな。あ、8A止まってるな。ここ地下道かなんかになってないな。なってないやん。もうここが末端ですね。わ、すげえな。
このそうそうたる面々、ちゃんと 8A もいますけどね。これなんだろう、 8A の何型だろう、見えないな。すごいな。あ、なんかフキフキしてる、フキフキしてる。あ、シリーズ21、シリーズ21。ああやってちゃんと清掃されてるんですね。はい、シリーズ21清掃中です。あれは多分奈良線かな、はい、奈良線のシリーズ21だとは思うんですけど、きっちりね、ああやって綺麗にされてるんですね。名古屋線の特急、名古屋線の特急の窓を綺麗にしてほしいんですけど、もうちょっとつくづく思うんやけどね、名古屋線なんでこんな汚いんかなと思うんですけど、綺麗なんですよ、関西のね、大手私鉄に比べたら、まあ綺麗なんですけど、大阪線と名古屋線の窓をね、比べたらね、やっぱり名古屋線の方がね、ちょっとね、ドロー、まあそんだけ頻繁に走ってるからかな、なんかな、まあね、もうちょっと清掃して、景色をよく見えるようにしていただけたらね、ありがたいんですけど、そういうのもあります。はい、末端です。で、これ向こう渡れるのかなでもなんか貴重ですよね、この末端。なかなかね、見ないと思うんですけど、なんかシリーズ21もなんか、あ、違う、 8A だ、 8A、 なんか方向幕が中になってる。あ、柏原神宮前、すげえな、はあ、はい、ということで末端でした。まあ、ちょっとね、移動してみますか。向こう行けたら行きたいんですけどね、歩道とかないんかな。まあ、行けなかったらもう尼崎まで歩きます。レアですよ、非常に。ここまで来るっていうのはね、まあね、ちょっと時間つぶしに草ぼうぼうの公園でね、遊んだりもできますからね、これ本当に草ぼうぼうやな。もうちょっとなんか草買ってくれてもいいのに。すごいな、こんなところ初めてやな、こんな。あ、歩道あるんですね、歩道。この歩道を渡りますか。うわ、これよくない？あ、ちょっとこれが、この高架がちょっと邪魔なんだな。あ、高架なかったら素晴らしい景色になりそうな予感。あ、この辺、あ、まあそうか。さあ、本当の末端ですね、ここが。ここはね、もう砂利運ぶやつとかね、いっぱいありますね。はい、あ、でも8へなんか人おるな。
ということは動く？動くかな？はい、という感じですね。すごいな。まあ、一応落下防止のためにこんなんついてるのかな。ああ、なるほど。これでこっちに渡れるんですね。もうそこが本当の末端ですね。ここがもう超末端ですね。なるほど。ここは一般の人は入れないのかな。ね。よいしょ。わ、奈良の景色もいいよこれ。いい、若草山とかもきっちり見えますね。あ、樹変伝説日ね。まあ電気関係ですね。さあ再びトンネルで、え、何あれ、シリーズ21が動いてる。これなんだこれ。これどこ行くの。あ、普通に歩けるってことは歩けるんやろうね。あ、元さんです。素晴らしい、マトさん。これは洗い場ですね。シリーズ21を洗うんですね、今から。気持ちいいぞ。なんかね、白塚の駅みたいにウエーンってこう洗浄するやつないんかな。ウエーンってね、あったらすげえいいのにね。あ、八重もなんか清掃中かな。洗ってる途中ですかね。そして近鉄特急ね、何してんだろうって感じですけどね。あ、こっちは何だ、そもそもここは何なんだ。あ、ここに運輸部の教習所があるんだ。教習所すげえな。すごい、なんか教習所だけあって模型の踏切がありますね。これすごいな、白塚みたいな感じなのかな。
素晴らしい。ここで練習されるんですね。いや結構いい発見しますよね。でフェンスがね、フェンスがあるんで、このあるんですけど、この橋の下はねフェンスさすがにかけれないんでね。まあそこなんかナラシカちゃんなんかやってますね。検査中かな。ナラシカトレイン検査中なんですかね。こういうのがね見れるっていうのは非常にありがたいですね。ナラシカと3200系かな。でこれ道に戻れるんですかね。あ、これ洗浄するやつじゃないの。これ洗浄する器具じゃないの。違うのかな。これね、この網網は何だろう。これん、憩いの場所やね。ホームベースがある、ホームベースがあるってことは憩いのスペースやろうね。キャッチボールとかね、バッティングとかフリーバッティングとかできるんでしょうね。さあここからはね西大寺車検区だと思うんで、まあ、立ち入れはできませんね。はい、横に揃って揃えていきましょう。近鉄スポーツセンターありますね。そして平城宮跡朱雀門も見えますね。これ朱雀門ね、いいですね。あ、 8A じゃない、今の 8A が走ってたような。なんかやっぱりね末端まで行くと結構いい発見しますよね。あ、珍しいの見れたみたいなね。シリーズ21洗ってるの初めて見たかなっていう感じはするんですけど、まあ、そういうね珍しいシーンも見れますね。車どうなんだろう。ちょっと車止めるところを難儀しそうですが、乗務員の詰め所、乗務員の詰め所といいな。なんかちゃんとした宿舎になってますね。あの無駄の駅、あのアットホームなお家みたいになってますけど、ちゃんとねなんか宿舎みたいになってますね。でも遠そうか、でも電車で移動したら遠くないんか。そのまま階層に入ってここまで電車で来たら遠くないもんね。ああなるほどね。ということは、奈良の方向かったから折り返しの 8A は見れそうですね。このまま行ったら、まあ、それを取って終わりにしますか。ということで西大寺車検区、まあ、強烈に広いですねやっぱり。はい、
やってまいりました。こういうの見れるのもいいですよね。五重の塔、六重の塔、はい、ね、朱雀門もありますよ。みんな仲良しね。さあ反対の方にやってまいりました。よいしょ。さあ戻ってまいりました。あっつい。まだ何かできるのかな、ここに建物がねえ。予感はしますけどね。ちょっと待っておきますか。あっち、マジで暑いから。なんなのこれ。ちょっと待っておきましょう。明けようと行く特急。来ましたね。なんか超嫌な予感する。ああ大丈夫か。主さん楽しそうだな。はいっていう感じになります。はいということで今日は、大和西大寺の車庫周りですね。車庫周り行ってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね非常に暑いんであれなんですけどね、まあちょっとね非常に楽しめましたということで、結構充実した、ところでした。まあ、またね、こういう風に歩いてみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。暑い。めっちゃ暑い。